局所麻酔薬はさらに3つに分かれます。表面麻酔、浸潤麻酔、伝達麻酔、この3つです。局所麻酔の中に起こるこの3つ、表面麻酔というのは皮膚や口の中の粘膜ですね、こういうところに局所麻酔薬を塗ったり噴霧することで痛みを取る方法です。2つ目の浸潤麻酔というのは、例えば腕の怪我があってこれを皮膚を縫おうとした時に麻酔をしますよね。注射液を用いて局所麻酔薬を注入することで浸潤させて神経の活動を停止させていく、これが浸潤麻酔になります。3つ目は伝達麻酔です。伝達麻酔というのは神経ブロック注射もこれに含まれていきます。神経の例えば首から肩、腕に通って神経が走っているんですけれども、この神経の走行の途中で皮膚表面からアプローチしやすい部位、もしくは神経の塊ですね、こういう神経層に局所麻酔薬を注射することによって麻酔を打る方法です。ブロック注射治療も含まれますし、また脊椎麻酔、半身麻酔と呼ばれる脊椎麻酔や硬膜外神経ブロック注射なども含まれます。